どうも、なおちんです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども、お金がカンストしそうです。見てください。ただいまの所持金、995万8千ですね。残り少しでカンストすると思います。おそらくカンスト値は、999万9999だと思う。もしかしたら、それ以上いくかもなーっていうふうにも思うけども、まあ信じましょう。でお金稼ぎ本当にねめちゃくちゃ時間かかってここまで貯めるのに、10時間以上ずっと戦ってます。これでようやくこれだからね。これでちょっと完走しなかったら悲しいな。まあこれぐらいいっとけばだいぶねいいとは思うんですけども、まあ、今回お金すごく重要で、まあ、物を買うっていうのはもちろんのこと、モートレアの、必殺技じゃないな、通常技の、ダメージが上がるんですよね。それで、お金カンストするとどれぐらいいくのかっていうのを見たかったところなんですよね。 OK、 まあとりあえずあと1分ぐらいで、カンストするかなと思います。この浮遊島でお金稼ぎをしてます。もうとにかく、お金稼ぎにいい感じのルートがあるんですよね。そのルートをずっと繰り返しやるだけです。ものすごい忍耐は必要ですね。10時間ぐらい全く同じことをずっとやり続けるので忍耐は必要です。はい、もうほんと最初のね、どんぐらいだ、300万から500万ぐらいが一番きつかったね。先が見えなくて。でそれで700万ぐらいになってくるとようやく、あ、なんか先が見えてきたなーっていうところです。でここのねシャドウを倒すのがちょっとした楽しみになってます。このシャドウのね、痕跡か、あれがなかなか出ないんですよ。10時間やっておそらく1個しか出てない。ものすげえレアなんですよ。なんでそれが出ないかどうかっていうのを、楽しみになんとか頑張ってたところです。あと1、2、3箇所かな、3箇所倒して、おしまいなんですけども、どうだろうね、おそらくもうカンストしてる頃かと思う。もうしてるでしょう。まあ、あと2箇所倒しきって見てみようかなと思います。頼むよ本当に。でここ、レベル上げるときに一応ルートは説明はしたんですけども、効率いいのは途中で帰るっていうのが効率良かったですね。ここで最後まで、行ってもまあいいにはいいんだけども、効率がいいのはここで帰ること。ここで、最初の龍脈に帰るのが一番効率が良さそうですね。ここでね先に進むこともできるんだけども、ここで最初の龍脈に戻ってでさっきのところまで倒しながら行くっていうのが一番効率いいです。はい、では見てみましょうか。頼むよ、超えてくれるなよ。超えてるし、超えてた、1000万超えるのか。いやーでも頑張った、頑張った。999万9999を、超えてお金は貯まるみたいです。もうちょっとお金の貯まる方法を用意してて欲しかったよね。こんなんならもう10時間しっかりやって1000万だから、これ1億いくのに 100時間とんでもないね。それはさすがにちょっと厳しいです。はい、まあとりあえず、1000万お金貯まりましたので、どれぐらい火力が出るのかっていうのを試してみようと思います。いやこれぐらい頑張ったから相当ダメージ出てほしいけどね。
では、試してみましょう。それではまずはですね、1000万で攻撃する前に、お金を100万まで減らしました。100万でまずどれぐらいのダメージを出せるのかを見てみましょう。まずこれぐらいっていうので100万からスタートしましょう。難易度はベリーイージーですね。で、全クリした頃って多分100万ぐらいなんですよ、お金って。なので全クリした頃はこれぐらいだったよねっていうのを見ていきたい。インフレーション、まあまあまあ、うん、7500とか、うん、それぐらいじゃないですか。7500ぐらい、うん。で、こいつには1万。おお、いいねいいねいいね。やっぱ1万超えのダメージが出ると嬉しいよね。まあこれが、所持金100万で全然いけるんだからね。もう1万2000、うん、ちょっとダメージはブレるけども、まあまあ安定して8500、1万2000とか、うん、出すことができますね。これは強いよ、これは強い、うん、これお金が10倍になった現在、相当強いと思うよ。8400、8600、もうワンパンだもん、うん、余裕でワンパン。よし、では続いて、1000万見てみましょう。では一度リセットしてきました。所持金1000万です。1000万飛んで、18403、うん、さっきの10倍。まあ、火力10倍じゃないけども3倍ぐらいは出てほしい。え、ちょ、待って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 、さっきと変わらんじゃん。待て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 、え、そんなはずないでしょ。あ、いや、今のはクリティカルが出たとしても、待って、9000ぐらい。え、なんでなんでなんで、1万、いやいやいや、出た出た、さっきも出た、さっきもこれぐらいのダメージ出てた。え、なんで、お金10倍になったけどもダメージ上がってない。いや、むしろなんか減ったぐらいの感じだよ。え、なぜに、いや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 、まあ、まあ減ってはないかもしれないけど変わらない。え、なぜなぜお金10倍になったんだけどもダメージ変わらないです。はい、それでは戻ってきました。いや、ショックだな、ショックです。え、ちょっと待って待って待って、インフレーションは、ルク袋を飛ばし敵に打属性のダメージでしょ。で、所持するルクによって威力が変化する。これ上限があるのか、所持するルク。うん、まあ、今日やった感じでは100万も1000万も変わりません。なので100万が上限なのかもしれませんね。うん、結構早めに上限が来るんだ。いや、これ青天井でどんどんダメージが増えるもんだと思ってたんですけども、いやー、残念すぎる。インフレーションこんなもんか。うん、いやいやいや、これ10時間相当頑張ったからさ、もう火力バカみたいになってほしかったんですけども、いやー、残念ですね。はい、ということで、今日はお金を999999999まで、貯めたということでしようと思ったんですけども、なんとそれ以上貯まります。とんでもなく時間がかかりますね。で、インフレーションの火力は変わりません。なので今もしも頑張ってるっていう人がいれば注意してください。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。